誰か来るかな。まだ0人か。うん、まだ出てない。あ、こんにちは、来たじゃん、こんにちは。見れるでしょ。3人見てるわ。こんにちは。そこ流しちゃったら、でも声があれなんて。こんにちは。お疲れ様です。33人見てくれてる。こんにちは。お話ししましょう。パソコンで見える？見れる？大丈夫？あ、そこだけしいよ。行く。あんま変わんない。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、今高校時代の友達見てます。こんにちは。今日はね、休館日でジンジャーエール甘口です。ありがとうございます。プロにサーブを教えてもらいたいです。レッスン習いに来てください。イッサーコーチがいるんで。日本酒も大好きです。多分ビールと日本酒が一番好きですかね。シャンクス。ワンピース今やばいっすね。全然話変わるけど。何、ケンジさんは。松永健太 AC です。ありがとうございます。それドンマイですね。T リーグ早く試合したいですか？試合したいですね。お、ハロー。インディア。インドから。インドから見に来てくれてる。英語も全くできません。換気扇消す？うん、うん、まあいいか。
こんにちは。Thank you. I'm your big fan. いや、これジンジャーエールです。今日休館日。それ聞こえてるよ。若干。今は。半日練習とかで2時間ぐらいですかね。あの量より質って感じですね。体重62ぐらいですかね。得意な料理ないです。 T リーグオールスタードリームマッチ楽しみです。あ、楽しみですね。いや、高校時代にもっと練習、いや、そんなことはないですね。練習量、まあ多い方がいいとは思わないですけど、意識とかしっかり高ければ高くて量を、まあ内容も濃くて量もいっぱいやればそれは伸びますね。最近テレビ見てないですね。もう練習はできていますよ。あ、ありがとうございます。TD 埼玉応援します。ありがとうございます。お、アイビス、あのタマスの粘着のやつですよね。バタフライのどうなんなんですかね。僕 09C すら打ったことないんで、テナジー05一筋っすね。なんかあれ、ワイワイリンクでやってましたね、アイビスのレビュー。横山さんの卓球場。こんにちは。練習は京介さん以外に。京介さんって知ってんのかな。TD がドリームマッチで、いや全然わかんないです。何も聞いてないです。こんにちは。多分、いや出ないんじゃないですか、わかんないけど。ジンジャーエール飲んでます。普通に考えたら出なくないですかね。普段どんなウエイトトレーニングしますか。あ、結構いろんな種目やりますよ。5種目か6種目全身。こんにちは。一番強いと思う選手はマロンです。マロンはちょっと別格ですね。57人ちょっと増えてきて、リモートドラフト
いや、ドラフト次出ますよ。次の YouTube のアップが多分ドラフトです。生配信でドラフトしてほしい。いや、多分カットばっかなんで次アップされるんで楽しみにしていてください。内容は言いませんが、見てのお楽しみで。しゃがみ、おお、失礼しました。琉球に誰入るんですか？新しい若手が来るらしいです。こんにちは。岡山リベッツについてどうですか？いや、すごくいいチームだと思います。そうですね、丹羽岡山入りましたね。どこも強いですね。ここもいいチームで。そうそう、ニアマスダブルスです。とりあえず今年はもう無理になりましたね。今年か今シーズンか。宮田ダブルス組んで試合したいですか？あ、したいですね。なんか結構皆さんに言われるんで。Tリーグも全シングルになりますか？いや、それ分かんないですね。何も情報ないです。聞いてないです。好きな色はオレンジ。純横回転のサービスの動画出してほしいです。最近技術系のやつは何も出してないですね。首はもともと硬い。だから体はもう全部硬いです。手首も硬いですよ。めちゃくちゃ多分柔らかく見えるんですかね。めっちゃ硬いです。僕ダブル組んでみたい選手います？いや、本当に今だったらもう一回また庭と組んだらどうなるかっていうのは楽しみですね。もう5年ぐらい組んでないのかな。いや、それは言い過ぎか。4年ぐらい組んでないですかね。あ、でも全日本予選は千葉からじゃないですかね。最近聴いてる曲、84人も来たよ。増えてきてる。
使っているのはテナジー05です。ぜひお店来てください。レッスンとバーともに。こんにちは。なんか裏話ないですか？ないです。用具に求めるのは威力と安定性だっていうんですか？回転です。回転かかるやつがいいです。弾むより回転かかるラケットとかもあるんで、ラケットより回転量変わりますね。今ジンジャーエールです。何か野望はありますか？いや、ないです。得意な技術、まあどうだろう、 CT ならブロックですかね。ヨーグって最初にこれいいってなります？なりますかね。大体初めの方で分かるって感じですかね。特にラケットは何時までライブやりますか？いや、決めてないです。いきなり終わる可能性もあります。ディグニクスどうだろう、合わなかったのかな。いや、いい、良かったんですけど、テナジーの方が良かったですね。テナジーの方が回転かかる感じがします。ディグニクスの方がでも弾むのかな、なんか上に上がるっす。中心は強いですか？もちろんです。なんか使ってみたい用があります？なんだろうな、使ってみたい用具。いや、なんか使ってみたい用具はないですけど、なんかスーパーアリレートカーボンとか出たら面白そうですけどね。スーパーザイロンカーボンがあるぐらいなんで、スーパーアリレートカーボンそれ売れそうじゃないですか。なんか弾み具合はアリレートカーボンとザイロンカーボンの中間ぐらいの弾みで、ようなモレゴルなどはどんな感じ？いや、すごくいい人たちです、本当に。え、待てないの？ちょっとこれ貸して、僕第1回上田と出てますよ。あ、インナー犬しようと思うことはなかったです。いや、ないですね。インナー系ってちょっと剛腕に近くないですかね。打球感、打ってる感じがあんましないっていう。うん、雰囲気良かった国。オーストラリアとかスペインとか、スペインいいですね。ご飯美味しいし。
インナーとアウターの違いを教えてください。教えてほしいです。いやー、わかんない。どうだろう。インナーはだからさっき言った感じで合板っぽくて、アウターはカーボンっぽいです。それぐらいしかわかんないですかね。中学生おすすめのラバー、なんだろう。でも普通にティナージーとかじゃないですかね。年齢による衰え感じたりします。いや、そんな感じないですね。アイビスっていう診断知ってます。もちろんです。松健さんはもしジュニアを指導するとしたら何を重視しますか。引退してないですよ僕何を重視するかな。とりあえず頭使って練習しようって言います。外人ハロー。フォアブロックの時に意識していること、角度ですね。ラケットの子供ができたら卓球させますか。自分でやりたいって言ったらそれはやらせます。強制はさせないですね。最近パーマ大佐は YouTube ライブやってるかなあんまり見ないんだけど、全然話変わったけど、青森山の時はとりあえず精神論をめっちゃやりましたね。毎日のように。充実してた。今もしてます。充実。どうして日本代表やりたいんですか。あ、やりきったからですね。もう青森山って今強くないんですか。今どうなんですかね。多分僕の同期だったやつが監督やってると思います。今中国語もできません。あ、かなかだね。普段履く靴のこだわり。山谷さん監督ですよね。おお、知ってるんだ。普段ってあれですか、私服の時ですかね。竹谷スポーツできますか。ダーツです。今体重62ぐらいじゃないですかね。測ってないですけど、大体それぐらいです。カットマンが苦手なんですけど、どうしたらいいですか。
緩急ですね、緩急。あの緩急というか、あの前後、左右より前後の方がいいですね、揺さぶりは。左右だと届くんでね、前後の方がやっぱり難しいです、多分。カットマン得意じゃないですけど、なんか、うん、好きです、単純に。昆虫は嫌いです。おう、ミスター J、どうも。少し太りましたね、絶対。エアロバイク買おうかな。いや、絞んないと。そうっす、今います。松島そらくんと試合締めての感想、やっぱりバックハンドめちゃめちゃ強かったですね。年収最高いくらぐらいですか？言っていいのかな？任天堂64。あ、スマブラ僕めっちゃやってましたよ。スマブラとマリオカート。松崎健太ヘルシアおすすめですか？おすすめですよ、それは。買ってください。使ってください。筋トレどんなのしてますか？あ、ほんといろんなのやってますよ。ウエイトもだし、ダッシュ、ジャンプ、アジリティ、いろんなことやってます。なんで金髪にしたの？いや、これ金髪にしてないんですよ。ブリーチしてるんで、あの勝手に色落ちたらもうこうなります。今年のセリーグの順位予想、いや、プロスピで順位予想してるんですよね。なんだっけな、それなんだっけな。とりあえず、まあ今野球見てて、まあ巨人がまあ1位、2位が、今の感じだと2位が DeNA、 3位阪神、4位ヤクルト、5位広島、6位中日ですね、僕の予想は。バク転してみてください。ノーチャンスです。カラオケのお箱は何ですかって。開幕3連戦つまらなかったです。開幕3連戦確かに 3立て。プロスピランクどれぐらいですか？209レベルぐらいですかね。相当やり込んでます。練習気になるな、夢あるかな。まあなくはないと思いますけどね。どうだろう、わかんないです。卓球愛にしていたスポーツはないですね、あの習い事では。今日は休みです。明日からまた練習です。うん、選手が言うボールの質が高いってどういうこと
ていうのは、まあ、まあ回転量だったり、うん、回転量が一番、うん、当てはまるですかね。練習相手が自分より弱い時ってどういう練習？まあ多球練習はいいと思いますよ。竹並配信、いや今日ちょっと休館日なんですよ。さすがに夜になったら飲んでるかもしれないですけど、2013年の世界卓球123予想してください。おお、わかんないな、誰だ。こんにちは。週何日ぐらい飲んでるんですか？教えません。東京五輪の予想してください。難しいですね。好きなお酒はビールと日本酒です。より一番使う筋肉、うん、どうだろう。まあ体幹とかはまあ常に使ってねる感じだと思います。体幹がやっぱり強いといいと思います。初心者に手なじ、まあ使いこなせれば結局何でもいいと思いますよ。試合内で暇ですか？いや、そういうわけではないです。普通に忙しいです。ライブ座ったことないですね。卓球を始めたきっかけは、実家、自営業で実家が、まあ、スポーツセント、卓球場、卓球教室やってるんで、その影響で始めました。まつげ、DLC は初心者に扱えますか？扱えなくはないと思いますよ。鳴らしはいいところです。指鳴らしまくりです。人卓が得意な技術、なんだろう、サーブじゃないですかね。黒乗ってますよ。こんにちは。グリップ一回浅くなったんですけど、今普通じゃないですかね。
脈保つには何かしてるんですか。いや普通に乳液と化粧水、化粧水と乳液やってます。あ、8月大会なんですね。それはおめでとうございます。大会開催されたらいいですね、本当に。アウターに柔らかいラバーってありますか。合うんじゃないですか。多分ショップとかの人に聞いた方が詳しいかもしれないです。クアラルンプールって湿気すごかったですか。いや、会場は練習場あったかな。やばー、どれくらい頻度。今は1ヶ月とか使ってますよ。1ヶ月以上、1回3ヶ月ぐらい使いましたよ。身長165ぐらいで準優勝。いや、まあ前陣でやるに越したことはないと思います。速い卓球パワーがなければなおさら。短くしないんですか。今のところあんま予定ないですね。いや、だいぶ猫です、僕。今ひたすら練習してますね。試合でよく出した方がいいサーブ。結局相手が相手の弱点にサーブとか出すんで、相手によって変えないといけないですね。カットマンは得意ではないですけど、好きです。格上に勝つには自信を持ってやるしかないですね。大森さんとの試合はジャパントップテーブル以来。そうです、その通りです。こんだけ、いやでも俺もともともう最短の試合が実業団とかだったんで、それが8月で、もともと結構間く覚悟してたんで、そんなになんとも思わないですね。亡くなったのは残念ですけど、もともと8月が一番初めの T リーグ終わってからの一番初めの試合だったんで、心の準備としてはある程度モチベーションとかも大丈夫でしたね。ただそのもともとあった試合とか、その、まあ、4月とか5月の試合なくなった方がきついんじゃないですかね。僕もともとそこ何も試合なかったんで、僕自身は。大きい目標は出る、まあ、大会とかは優勝を目指してますね。数学と英語どっちが得意ですか。いや、まだ数学の方が得意ですかね。数学も得意じゃないですけど、髪色を変えます。いっぱい描いてます。今年度全日本で出ますか。予選通れば
平常心でいられますよ、さすがに。そうだね、記憶力だけでやってるかも。前人の人に対してどう戦えばいいですか。緩急ですかね。緩急とかいいと思う。まあ前人に関係なく、青森山田の一番の思い出を教えてください。なんだろう、思い出ありすぎるな、ちょっと難しいな。うまいと思うカットマンは誰ですか。いや、Tリーグにいる人たちはみんなすごいカットマンですね。青森山田同期って誰がいますか。いや、7人くらいいるんですよ。何人くらいだっけな、結構います。上田とか春です。今年は全然このコロナで感じられませんでしたが、結構毎年花見とかするんで。兄弟ダブルスはもう今はもう全然やってないですね。またやっけんと LC 買ってもいいですか。いや、ぜひぜひお願いします。ぜひ広めてください。ラバーハリ動画見たんですが、ラバーは行けないですけど、あのニューヨークとか行ってみたいですね。いや、もう夏ちょっと暑いですね。日焼け、暑さに弱いんで。自分で年取ったなって思った時ありますか。あれですね、絞りづらくなったっす。あんまり脂肪が落ちにくくなってきましたね。相当やり込まないと。前までもうちょっと2週間ぐらいもうやり込みが相当絞れたんですけど、今はそんなわけにいかないですね。ちょっと待ってください。飲み物持ってきます。ちょっと待ってくださいね。すいません。今日休館日。何、健太さんのサービスジャイロですか。ジャイロって何ですか。ジャイロサーブってあんの。直しのいいところ教えてください。ご飯と温泉じゃないですか。温泉
レシーブがマジで苦手なんですけど、どんな練習？回転の、まずあの、なんていうんですかね、回転、この回転が来たらこう返すっていうのを、勉強した方がいいと思います。一番伸びていいと思うんです。いや本当最近誰とも会ってないくて、うん、だから分かんないです今どうなってるか、どういう状況なのか。フォアとバックでグリップに変えてますね。あ、 YG とアップダウンの違い分かりますね。あ、僕もあんま分かんないな。まあでも、うん、違うのか。フォアブロックのコツ、あれ、これさっきも言った気がするんだけど、ラケットの角度っすね。カットブロックとサイドスピンブロックの違い、いや、なんだ、分かんないっす。レシーブ時、相手のボールを打つ瞬間、よーく、まあ、どうだろう、まあ、見るかな。でも、そんなよーくは見ないかな。初めラケット見て、その後に、バウンドを見ますね。回り込みは不得意です。足のサイズは26ですかね。Tリーグでサインいただいてもいいですか。機会があればぜひ。緊張してるときはどんなことをしていますか。いや、無心ですね。靴結ぶとき、あ、僕緩めっすね。ピッチャーの感じ威張ってないですね。おめでとうございます。好きな漫画読まないんですけど、まあ、アニメで見てるんですけど、ワンピースとかコナンとか。得意な技術ブロックですかね。ブロックはなんか結構簡単ですね。僕エナジー系全然飲んだことないです。タク吉知ってますか。知ってますよ。ワルドナですね。それは。あと10分で配信終わろうかな。ちょうど1時間。テストなんで撮ってましたか。いやー覚えてないな。
卓球するとき、いや、メガネとかコンタクト、どっちもやったことないんで、ちょっとわかんないですね。ありがとうございました。疲れてますね、完全に。飲みすぎた。あ、こんにちは。現役が終わったらどんな仕事しますか？何しますかね？何しよう。残留権のチキータってそんなやばいですか？やばい時やばいっすね。フォアに来るやつやばいっすね。バックに来るやつは普通かな。ジンジャーエール、甘口です。断食みたいにユニフォーム破ってください。パワーないです。苦手な技術、いや分かんない、結構あるんで。じゃあ、ケンタさんも復活してください。マリンのサーブすごいですね。回転量すごいです。サーブが上手い選手、日本人比較、上手い人いっぱいいますね。高井選手のサーブって芝居点多くないですか？いや、そんなことないですね。ナックルとか上系も全然多いです。あ、終身ドライブすごいですよ、本当に。なんかオーバーミスしたと思ったらめっちゃ深いところにもう落ちてくるんです。こうやって軌道がこんぐんってきます。たまに触りたくない時あるんで、回転かかりすぎて。5分、4分半か。今日は野球見ないとな。あ、こんにちは。予告なしのライブ配信だったんですみません。保湿剤禁止になる前、健太さん、いや、僕塗ってなかったですね。そもそもすぐもうテナジー使ったんで。お、台湾。ニーハオ、ニーハオ。
体重制限してますか？いや、してないですね。現状は、比較的得意ですかね。お、ハロー。これはどこだ？ロシアかな？この文字は。まあ柔らかいに越したことはないと思います。手首以外も含め硬いとやっぱり範囲が狭まるので。体幹で緊張しない方ってありますか？いやー難しいんじゃないですかね。それの楽しい野球中継です。サーブの回転わからないときはとりあえず長く返します。短いとそれをストップするとかしちゃうと絶対浮いちゃうんで。これからの健太さんの夢なんだろうな。いや難しいな。難しいですね。一番好きなタキメーカーなんですか？いや、バタフライですよ、それは。シューズはどれぐらい頻度で買えますか？いや、最近試合とか全然ないんで全然変えてないですけど、普通は2ヶ月に1回ぐらいですかね。1ヶ月に1回とか試合前とかの、まあ1週間前とかに変えるんですかね。まずやら検定許してください。買ってくださいよ。東京オリンピックを目指してましたよ。それはオリンピックに出てメダルが取りたかったんで、本当に今日はアーカイブ残ると思います。あ、比較的細いと思いますね、他のラケットに比べたら。ラスト1個答えて終わりますかね。質問というかなければ終わります。ぜひ来てください。待ってます。いやすいません、こんな配信で。またぜひこんな配信ですがよろしくお願いします。また急にやるんで、その時はぜひお願いします。ありがとうございました。またです。